平成20年10月3日、阿蘇市花遊び内に農村バイキングレストランがオープンしました。このレストランは、湯布院の料理研究会会長、新江健一氏のプロデュースによるもので、地元の農家が作った野菜や赤牛、川魚を使ったヘルシーバイキングが魅力です。1日2日のプレオープンでは、通常料金より安いとあって長蛇の列ができ、1000人以上がランチに訪れました。この農村バイキングレストランは常時50種類の料理とスイーツを取り揃えており、時間制限なしの大人1260円、子ども840円でバイキングを楽しめます。またディナーにはイタリアの三つ星レストランで修行を積んだ村山太一シェフがプロデュースする本格的なイタリアンを楽しめる阿蘇のイタリアンファミリーレストランがオープンしており、ランチ・ディナーともにグルメな観光客にうってつけのレストランとなりました。